カオスとコスモスは永遠に争う定め。己らが無限に戦い抜こうと救いはなく未来もない。秩序を司る神コスモスか、果たして信じるに値する存在かな。憐れんであげるよ。所詮君たちは神々の遊戯の駒なのさ。それでもなおコスモスを信じる。クリスタルにたどり着き思い知る。コスモスの正体は終わりなき死闘を楽しむ死神であること。相入れぬ者が分かり合うことはない。永遠に争う宿命なのだ。宿命はここで終わる。ならば終わらせてみせい。全てはまやかし、お前の命。時を操るお前の力、俺が断ち切る。目覚めの後に待つのはいつでも絶望だけ。あんたなんかに消せやしない。僕が見つけたのはみんなを守る力だ。ようやく分かったよ。俺の望んでいた宝物が。それってどっかのお姫様だろ。ノバラ、それが俺のたった一つの答えだ。スコールたちと合流したのはその後ってわけ。これが俺の物が置いていくぞ。なぜすぐに壊さない。あのような脆い生き物、じっくり遊ぶんだよ。彼女は僕の大事なお友達なんだからね。絶望を望むならば送ろうか。人形だなお前は。幻想を捨て私の支配を受け入れるべきだったな。俺には命を懸ける夢がある。未来を信じ今を貫く、それだけだ。うるさい、黙れ。まだ第一楽章だよ。分かってるさ。クライマックスはこれからだ。俺たちはクリスタルを求め戦っている。それが無駄だというなら真実はどこにある。答えろ。真の絶望に立ち向かうとき君は答えを見出すだ。僕が策に溺れている。何も知らずにさえずるんじゃないよ。戦いの輪廻だ。一丁やるか。やられろよ。あんたを超えなきゃ明日なんて来ないんだ。たく、しつこいね。誰に似たんだ。決まってんだろ。時が来れば全て実る。究極の死と完全なる終焉。掴めぬものがあるとすれば神の気まぐれくらい。